週刊デジタブル第31号です。7月はフォトショップの色調整の基本的メニュー色相サイドです。毎回最後にお楽しみコーナーがあります。最後までご覧ください。今週はまず色相サイドとは何かについて解説してください。まず色の3属性について説明しましょう。色の見え方は色味とその濃淡、明るさの3つの要素に分解できます。これらは色相、彩度、明度と呼ばれ、合わせて色の3属性と呼ばれています。例えば白や灰色、黒はどうなんでしょうか。白や灰色、黒は明度のみで表され、色相を含まず彩度もゼロということになりますが、このような色を無彩色と呼びます。フォトショップではグレースケールですね。これ以外の色は3属性のすべてを持つ有彩色と呼ばれます。色相は赤、黄、緑、青といった色味の違いですよね。でも彩度や明度の概念については少し曖昧です。色相はその通り色味の相違で、色によって光の反射の波長が際立っていることからスペクトル上で分けられます。彩度は色の鮮やかさを意味し、明度は色の明るさを意味します。明度の工程は主に物体の反射率によるものです。なんとなく分かってきましたが、こちらの表は何でしょう。色相を順序立てて円にして並べたもので色相環と言います。色相環は各色を虹色の順番でリング状に並べたものですが、今後の色調整に役立ちますのでしっかり覚えてください。例えばこの中でちょうど色相環の反対側に位置する2色を補色と言います。大まかに赤の補色は緑になり、青の補色は黄色になりますが、画像の色補正をするときはこの色相と補色との関係を理解しておくと良いでしょう。原理のお話はこれくらいにして、来週から実際の調整に入りましょう。ありがとうございました。ではお約束のお楽しみコーナー、今週のジオラマです。体調が忙しい時間を縫って鉄道模型のジオラマ教室に通い始めましたので、そのレポートをお届けします。始めたきっかけをお話しください。鉄道模型は子供の頃からの憧れでしたが、ちょうどデジタブルでも利用している亀戸文化センターで模型作家宮沢正文先生のジオラマ教室が始まるのを知り、思い切って通うことにしました。これから毎週少しずつ制作していきます。現在の進行状況を教えてください。まだやっとプランが固まったところで、この60センチ ×45 センチのボードの中に立体交差を含む二重のエンドレスを敷くことにしました。現在レールの接続は決まったのですが、これから初心者には難しいと言われる立体交差の勾配作りにトライするところです。なるほど、楽しみですね。来週もフォトショップの勉強とジオラマの制作に励みましょう。